リズムを詳しく分析してみましょう。まず、マジで C コード。1打目で素早く音を消してアクセントをつけます。次の F では3打目で音を消します。もう一度、そうすると F の4打目が打てなくなりますので、すぐに C に押さえ替えてその穴を埋めてためを作って、この時直前の F の手は下に降りていますから、引き上げを2回行えば右手がうまく運びます。その後は C7 に変えてジャガジャガと弾いて調子を戻します。ではこのリズム取りをゆっくり弾いてみますので聞いてください。海辺の街で あとは左手コードチェンジのタイミングと右手の振りとの連動です。リズムとタイミングを重視してください。動画を繰り返し視聴していただき、全体のリズムから遅れない演奏ができるまで、はじめはゆっくりでいいですから練習を続けてください。では海辺の街へから C7 までをゆっくりご一緒に3カウントで入ります。1、2、3、海辺では2行目を丸ごと通しでご一緒にゆっくり3カウントで入ります。1、2、3、次の2行です。1行目まずお手本を聞いてください。命かけて燃えた恋が吸われる。コード進行は特に難しいところはありません。最後の部分 G7 でのアクセントを解説します。まず普通に弾いてみます。恋が吸われる。これでもいいのですが少しおとなしい感じがします。 E7 の最後の引き上げで、フライングをして素早く G7 をかぶせてグーッと引き上げてためを作り、あとジャガジャガでリズムを戻してやります。では普通弾きとアクセント付きの2種類を弾き分けてみます。皆さんはお好みに合わせてお好きな方をどうぞ。まず普通弾きから、こう、続いてアクセント弾きです。こう、では1行目だけ通しでご一緒に、最後は普通弾きで弾きます。
アクセント付きがお好みの方は先ほどの部分を繰り返し視聴され自主練習してください。フォーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー、イー。最後の一行です。やはりラストで刻みを変えてアクセントをつけてみましょう。まずお手本を聞いてください。かえの、これは序盤海辺の町へで練習した刻みと同じです。まあでは最終行を通しで早速ご一緒にゆっくり3カウントで入ります。ワン、ツー、スリー、カーエく感想はイントロと同じですので省略します。ということで演奏の解説は以上です。カッティングと呼ばれるジャガツカのリズムを一定に保って花嫁を恋人のもとへ運ぶ予備者の運転士になったつもりで演奏してください。思い入れはギターに伝わり音色の表情は変わります。素敵な演奏が叶いますこと、心よりお祈りいたします。では最後にお手本の真似事演奏をお届けします。なお、今回のまとめを PDF データでご用意しております。動画下のリンクよりダウンロードしてご活用ください。では今回のご案内、この辺で。お疲れ様でした。